はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の秋晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画を配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日ねコメント欄でね、僕がねその動脈硬化が進んでるよとね言われましてね、これ非常に怖いですよね。あの医学用語では正式にはね動脈硬化症と呼ぶんですけども、その動脈硬化症っていうのはですね、動脈硬化によって引き起こされるさまざまな病態の総称なんですよ。心臓からね全身にこの血液を、ね、送り込む役割を担うその動脈の内壁っていうのが飛圧して硬化した状態を、指して動脈硬化と呼びます。その動脈硬化症というのはですね、まあ、この動脈硬化が原因で体にさまざまな症状が現れることを指します。ということで、動脈硬化というのは動脈が硬化することを言うので病名ではなさそうなんです。でもこれがね、皆さんはどの動脈が、体にいっぱい動脈あるじゃないですか、そのどの動脈が硬化してしまうと思いますか？でもそれはね、なってからじゃないとわからないんです。そしてね、なってからというのは重篤な状態なんですよね。怖いですよね。そもそもね、その動脈硬化っていうのはね、ほんまに何なんでしょうかね。まあ、簡単に言いますと、老化や余分なコレステロールのために動脈が硬く狭くなる、脆くなる病気なんです。まあね、健康でね若々しいその血管っていうのは弾力がありまして、そのゴムのようにこうしなやかなんですよね。しかしね、そのお肌やね内臓と同じようにですね、血管っていうのもね老化しますので、硬く脆い状態に変わっていきます。ほんでね、まあ人によってなんですけども、程度は違うんですけどもね、年齢を重ねるに従ってね動脈硬化ね進行します。ところがね、そのね年齢を重ねるという加齢以外にも、血液中でね増えたね悪玉コレステロール、まあ LDL コレステロールっていうのがあるんですけども、それが原因で動脈硬化が進んでしまうケースっていうのがあるんです。でそれのね増加っていうのがね、その今の日本ではすごい問題になってるんですよ。この悪玉コレステロールというのはですね、その血管の壁にこの入り込むというね非常に厄介な性質を持っています。でコレステロールがそれがね蓄積されるとね、その血管の壁がどんどんこう分厚くなってね、この弾力性をね失ってしまうんです。まあ、要はね、血管がね太っていくんですよ。でそんな太った血管をほったらかしにしておくと、コブみたいな感じでね、プラークっていうのはやつがあるんですけども、それがねできるなどしてね、その血管の内側っていうのが、まあ、こっち側ですよね、こっち側の血管がこっちがこう太くなっていくから、こっちも太くなっていくから、この間がねじゅーっとこう狭くなっていくんですよ。でこういうふうになってしまうことによって、どんどんこの血液の流れっていうのがね、流れにくくなるんです。でもこれは実はね、まあ、動脈が硬くなるだけなら、まあ大きな問題はありません。いやあるんですけど、まあ、大問題なんですけどもね、そのまあ血管が太くなって硬くなるよりも、まあ、先ほどちょっとお話ししましたのコブプラークっていうやつの方が大問題なんですよ。でそのコレステロールがねこう溜まってきた プラークがね、こう何らかの刺激で、この何らかの刺激で内側にねこう破れてしまうとですね、その傷を修復しようとするためにね、血液中のね血小板っていうのがね、こうかさぶたでペタ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 ってね貼られて作られるんです。まあ、これがねよく聞く、その皆さんご存知のね血栓と呼ばれるものなんですけどもね、なかなか聞きませんか？今年になって結構ところどころで耳にしませんでした？ニュースで話題になったんですけどもね、今年の3月から今もなお続いているその新型ウイルスのニュースでね、血栓がある人やできそうな状態の人っていうのは症状が重篤化しやすいとね、まあ、このチャンネルでもまあ何回もお話ししたことがあるんですけども、怖いですよね。まあ、話戻しますけども、でその血栓が育ってしまって血流が完全に妨げられてしまうとですね、まあ、この血流の先にあるそのなんていうんですか、組織っていうところに酸素とかね栄養がね行き届かなくなるんです。なので動脈硬化というのは体のどこの動脈でも起こるんです。特にね、まあ、冠動脈とかね頸動脈とかね脳動脈などね重要な血管の場合はすごい大変です。脳梗塞とかね心筋梗塞などのようなね重篤なね病気につながることもあります。そしてね、先ほどはね動脈硬化になるその様子っていうのをお話ししましたけども、そもそも動脈硬化になる原因というのはですね、血中の悪玉コレステロール LDL コレステロールというのはその、ね、先ほども言いましたけども、血管の壁にこう入り込みますね。
そしてここで正義の味方である皆さんご存知の白血球がねやってきます。で白血球はこれをねこの入り込むのを排除しよう排除しようとして、今度はねその白血球の仲間たちがね血管の中に入り込んでくれます。血管の壁の中に入り込んでくれます。でそしてその頑張った白血球たちは悪玉コレステロールをバーッと食べた後にですね死んでしまいます。でその死骸とか残ったコレステロールがプラークと呼ばれるようなコブですね。こういったのが動脈硬化の直接的な原因なんです。でそして間接的にね動脈硬化を引き起こす危険因子がねあるんですけども、しかもそれがねたくさんあるんですよ。でその中でもねそのまあ悪玉コレステロールの増加は、まあ、動脈硬化の大きな原因なんですけども、まあ、そんな悪玉コレステロールに好ましくない影響を及ぼす間接的な危険因子がたくさん存在するんですね。危険因子というのはですね、まず一つ目はですね善玉コレステロールの減少でございます。血管にへばりついたコレステロールに悪玉コレステロールを剥がしてくれるのが善玉コレステロール HDL コレステロールなんです。善玉が減るとね悪玉の働きが活発になってしまってですね動脈硬化を引き起こします。でそして2つ目っていうのが中性脂肪の増加ですね。健康診断でその問題になっている中性脂肪というのはですね、それ自体が動脈硬化を進めることはありませんけども、その悪玉コレステロールを小型化してしまうんですよ。ちっちゃくちっちゃくしてしまうんです。そしてその小さくなった分ね血管の壁にね、今度はこの血管の壁にちっちゃくですがね、こうピャーって入りやすくなってしまうんですよ。そしてその次の3つ目がですね高血圧です。血圧がね上昇するとですね血液の圧力でね血管が脆くなります。そうなるとですねその悪玉コレステロールをね壁からね吸収しやすくなります。そして4つ目がね肥満です。内臓脂肪というのがね多くなるとですね血液中の悪玉コレステロールやね中性脂肪が増加してね、その善玉コレステロールが今度はね逆に減少することが分かっています。そして5つ目が、高血糖尿病でございます。血糖値が高い状態ではですね血管自体が動脈硬化を防ごうとする働きが失われてしまいます。またねその悪玉コレステロールが酸化することでね動脈硬化をね進行させてしまいます。まあお聞きの通りですね、その善玉コレステロールの減少、中性脂肪の増加、高血圧、肥満、高血糖、糖尿病、まあ、これら5つが出てくるということはもうお分かりの通りですね生活習慣で起こる病気なんですよ。これらのようなね生活習慣がね、まあ、間接的にねその動脈硬化を引き起こしてしまいます。怖いですよね。もう今日何回怖いですよねって言ったでしょうね。まあコメントで知らせてくれた方々もですね、まあ、僕の体重の増加とね血圧の状態を見て診断してくれたのだと思います。でそれが怖くなったので、まあ、そこからね、まあ、2日ぐらいしか経ってませんけども、まあ、なんとかね食事制限をね経てしっかりとトイレに出して3キロ減らしました。なので今はですね、まあ、当時の最高の53キロまでは行きませんでしたけども、だいたいやっとね55キロ台までには行きました。皆さん断食はしませんのでねご安心くださいね、まあ、そのね当時ね体重が増えたっていうのは結局ね食べ過ぎだったということでしたね。もうねお腹の減りすぎたのがね我慢できなくてね、もう満腹になっても食欲が止まらなかったのがね増量のね体重の増量のね原因だったと考えています。もうほんまにねそのお腹が張り裂けそうになるぐらいまでね食べないと気すまんかったんですよ。でももう落ち着きましたんでね、もう今は大丈夫そうです。でもまあねその指摘してもらえたということはですね、ほんまに可能性があるのかもしれませんので気をつけていきます。まあそんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。